安田孝夫とは、日本の実業家。総合ディスカウントストアドン、基本手の創業者。1949年5月、岐阜県生まれ。1973年、慶応義塾大学法学部卒業。1978年、東京、杉並区に18坪のディスカウントショップ、泥棒市場を開業し、深夜営業がブレイクして、成功を収める。 1980年、小売業の株式会社ジャストを設立し、代表取締役社長。1989年、東京、府中市に、ドンキホーテ1号店を開業。1995年9月、商号株式会社、ドンキホーテに変更。1996年、株式会社ドンキホーテを、株式店頭公開。1998年、 株式会社ドンキホーテを、東証2部上場。2000年、株式会社ドンキホーテを、東証1部上場。2005年9月、株式会社ドンキホーテの代表取締役、会長兼 CEO。2005年12月、財団法人、安田小学財団理事長。2007年1月、ドイト取締役。2007年11月、長崎屋取締役会長。 2008年3月、リワン取締役。2009年4月、日本商業施設取締役。2013年12月、会社分割によりグループ経営管理を除くすべての事業を株式会社、ドンキホーテに承継し、株式会社、ドンキホーテホールディングスへ、称号を変更。2015年6月、ドンキホーテホールディングス代表取締役会長権。 CEO を退任、グループ全体の創業会長兼最高顧問。また、アジア事業の最高責任者として、パンパシフィックインターナショナルホールディングズ会長兼、社長兼 CEO。2017年12月、シンガポールにアジア初出店となる、ドンドンドンキーオーチャードセントラル店を創業。シンガポール7店舗、香港3店舗、バンコクに2店舗をオープン。 2019年、株式会社パンパシフィック、インターナショナルホールディングストリシマリ役に復帰。格闘技への造形が深いことでも知られ、プライドや女子レスリング、内藤大輔などのスポンサーを引き受け、SRC を主催する、ワールドビクトリーロードの副会長も務めた。2015年に、大歌唱を制したレッツゴードンキヌバシ弘広崎敏弘と親しく、馬名の名付け親となった。 ありがとうございます。